どうも、ラリオンです。というわけで今回もみんなの動画を見ていこうと思います。まずこちら、タケラ 0% 即死シュー。0% 即死って、店プッシュの最後とかに来るもんなんですよ。それまとめちゃったか。やばいの来るぞ、絶対。もう、マジ、一発目から被れんかよ。うますぎるんだよな。このクオリティで。いや、これは期待だな。しかもいろんなキャラやからね。あんなんされたら、黙っとくんじゃねえ。さあ、コマ？うわうわ、使い方やばいやろ、今の。簡単そうに見えたクソむずそう、今の。あんな決め方あるんですよ。なんか、コマ空中 N みたいなのもよくあるけど、さっきのは珍しいよね。そこらはもう死もんな。あ、じゃあゼルだな。さあ、リンク。そんなんあるんかい。この前僕、リンクね、VIP の動画やりましたけど、あんなんあるんかい。俺もちょっといいプレイ決めたけど、全然ね、足元にも及ばんかったわ。おや、最後の方、音なかったぞ。音もなく死んだぞ、カノンが。ピッチュ ?0% から、あ、そこも 0% こんな。0% からと言ってますけど、0% 即死やとは。うん。プレイに注目しましたけど、0% 即死っていう、もうそもそもやばいんだ。そもそも、0% 即死っていうやばさがあったんだわ。うん。さ、ルイージか？あ、ルイージっぽいな、スネーク。はい。いや、でも普通の即死は終わらん気がするよな。ほら、ウェビーじゃないんだよ。うん、ここまで来ると。ウェビー即死なんてもうね、時代遅れらしいわ。勝手に俺が言ってるけど。もうな、おい！爆弾復帰もできやん、俺が！こんなんできるわけがないってことやね。おう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 、シンクロしますね。え？え？なんで、0% 即死っていうか、もう3連メテオだ。3連メテオやった。それメテオ入んの？爆弾復帰やな、リンク。できやんか。あ、そっか、無理か。爆弾復帰ね。さすがに高いところやん。それ入んの？財布なくてもそれできるんやな。財布のない即死コンボやな、ある意味な。あれ、覚えとこうぜ。うん、俺、みたいな。俺たちみたいな。財布ができない風邪扱いはね。うまい。ファルコンとダイは相性バッチリからね。さあ、ワニ。でも、なんか、ボム、話空中のコンボ。まだ空中前とかでは簡単なのかな？絶対むずいけど。パッと見じゃ分からんよね。パッと見でね、簡単とか分かっちゃったら、誰でもこういうね、店プレイ見て真似できますから、そう簡単に真似できるのがこういうね、即死コンとかそういう人は凄さやよな。さあ、下段から空後。下段から空後入ったらもう即死も外れって。それ決まってんだよな。俺も VIP でやられました。もう空後と思ったら、気づいたら僕死んでましたからね。気づいたら僕もう地獄にいましたから。ああ、もう出てて、でも死んじゃう。メテオのね、強さ。重量級でももう死んじゃう。あら、帰ってこれない。さあ、ルイージ。いや、ウェビーバーストは、時代遅れじゃなかったわ。全然やったわ。さっきみたいに、よく空中宇宙とかで、ね、バーストと思ったけど。もう、それは即死っていうかもう、セコ技よ。クロームに関してはセコ技。ああ、それメテオ入んだな。しかも、0% から 53% で入るんかな。ああいうの、真似したかった。覚えてから、リンクの VIP したかった。でも絶対真似できやん。もう、同じことばっか言ってる。あ、もう、ウェビー全然、やってたわ。やってた。まあ、0% 即死の代名詞っちゃ代名詞やけど、なんか、ルイージの即死コンボって、0% よりは、んそんなん入る。なんか3% とか 5% とか入ってないとね、なんかバーストローいけやんとか聞きますけどね。行くんですよ。0% でもまあ、バーストローいけるからは、いる感じか。これもね、ロボットのね、コマ横火はね、もう何パーでも死ぬわ。あれ。画面のね、横のバーストラインに近すぎて、何パーでも死ぬ。ぶっちゃけ20パーでも死ぬわ、あれ。もうマジで。ガノンはもう0パーでも死ぬから。あんな無理ですよ。さあ、あ、さっきの試合だ。もしかして2ストック連続やってんのか、これ。即死コンボ。うおお、え、グロい。そのバーストグロい。え、嘘、そっか、決めれるわけがないけど決めれる。マジかよ。ガオガエン安易にウェビー触れねえな。しかもなんかもう見てからね、見てから空中下を設置してましたから、あれ完全にリンク狙ってましたよね。さあ、これ崖メテオかな。え、それでもメテオハンターやられるんや。まあ他を変わったからかな、ぶっ飛びが強かったかもしれんけど。ダウンレンして、もう嘘やん。さすがに波動最大でも今のは嘘やん。はい、上投げして。そりゃ死ぬよ。だってね、終点からも死ぬのに。あんな戦場の一番上とか余裕で死ぬでしょ。うん、もうちょっとコンボを簡略化しても死にそうやよな。わあわあ、出ました、出ましたよ。もうコマダメです。見て
る分には気持ちいいけど、コマダメです。やられると、うえーってなるんでね、コマ。うん、わー、いっちゃいましたね。いやね、リンクとかいいよな。うん、リンクとか、面白いよな、見とってな。もうそこでも死ぬ。あんまり、画面横近なくても全然死ぬって。さ、食うごこれ、ミセップでよく見るけどさ、これ実際にね、決まらんもんよな。俺も、あのプレイヤーの目に焼き付いてるから、結構やったんだけどね、狙ってみたいんやけど、もう全然決まらん。なかなかあれはね、タイミングとかシチュエーションが難しかった。から、やっぱ決める人らすごいですよね。あらあらあら。あらあら、もう、ルイーズと戦場隊はダメですよ。組み合わさったら。ゴールドを使っちゃってるゴールドを使っちゃってる。もうゴールドはマジで牙むくんでね、うん、割と高い確率でゴールドを自分に牙むくんでね、俺もゴールドを出てきをバーストとかよくありますからね、もうあるあるなんかもしれんけど、あ、それ死ぬんや。ほんとギリギリバーストちゃうかな。さあ、ほんな抜けられやんって審判でもあるんやから、抜けられるわけない。あー、回避してしまった。うわ、まあなるほどな。まあ安易に回避しちゃうよ、ピカチュウはぶっちゃけしちゃう。だってこの本部抜けるやんって思っちゃうから、抜けたいもんな。それってバーストできるんだロボットの横火やばいって言いましたけど、あのワニの上火が一番やばいかもしれない。もう今の何って感じよ。あれ死ぬから、だーぶ踏みつけダウンレーンから頭ね、頭かっち割れましたよね。これ見てようかな。あー、もう軽いプリンはそれ無理。出てても死ぬんやから、それ出ててか死ぬんやから、プリンが入るわけないってことだよね。あら、あの、それ強いすげえよ。あ、いや、面白かったけど、ね、あの、グロ映像っすね。さあ、こちら、ワクワクピーナスさんがね、ミセップ、単発で投稿してたんで、見ちゃいます。ミセプレイ集になる前のプレイやと思うんですけど、見ちゃいます。二度僕見れるね。二度楽しめるんで、僕は、ミセプレイを。さあ、ピチュー、クッパにか、はい。画面、大丈夫か、画面が、時飛ばし能力持ち、どっちかが。さあ、クッパバーストして、さあ、これ、ピチューなんかな ?89% からミセップとかできるもんなんかな。いや、クッパやったら重たいからできるもんなんかもしれんけど、さあ、あ、画面のガク付きが若干収まったけど、はい。そっから、いや、違う、まだ入ってない。空中の?まだか。100% から始まるコンボ?そんなんある?上強。え?え?え、見た今の。え?踏みつけから空中へ入ってましたけど、そんなんできんの?さあ、もう一本、同じカード。え、これも同じ感じのことするのかな?踏みつけから空中へ入ってるのやばいな。そんなルート俺知らんっていうか。え、絶対これマニアックなネタやよな。見たことねえもん。ね、クッパ限定なんかな?多分でかいから体が。ドンキーも入るんちゃうかな?クッパが入った。どうなんやろ?コーラ判定とかかな?おら。頼むから頼むからカノンにはこれ入らんとくれうますぎるし、それ。できないけど、できたらすごい強いな。さあ、もう一本見ていきます。さあ、これは、どうなんやろう。マックかな ?KO 溜まってるし。何決めるんだろう。戦場だから台形有効もとかしてくれるのかな。いや、狙ってんな。まあ、KO 持ってたらこれぐらい狙うよね。お、来たか?やばな。下曲から入んない。大丈夫。まだチャンスあるね。こういう曲やんかったら KO 消えませんから。下曲、ダウンレーンだよな。落として。もうね、あの、台に上げた時のダウンレーンの時点でもう勝ちは確定してんけど、そっからね、さらに見せようじゃないのがいいね。さあ、もう一本。さあ、これはクラウドの見せかな。さあ、何 P だどっち P だ、どっちの P が見せ P するんだこれは。1P かな ?2P が残り1ストックやし。はい。いや、違う?いや、上強から空した傘で。で、クエヌ。空中。まさか?おしゃれすぎる。うわうわ、上からね、そのなんか、崖つかみのところのラインあるじゃないですか。終点の地面。それより上で、上 B の急降下すると、崖掴んでくれるんですけど、それ利用したね。リミットじゃないのがいいね。さらそう。これ見ていきます。さあ、何やってくるんだ?これは、ガノンに決まってるよな。クラウドなわけない!ガノンの見せ分!狂って僕は信じてる!ガノン!トラウマが。それ前作でめちゃくちゃやられました。けど今作でそれできるのはすごい。はい。単発見せプは以上。完成した見せプレイシーもね、楽しみにしてます。英雄ラリホン、マレッシャの復活を望む、ハコプシュ。ハコプって何ハコプって俺初めて聞いたんやけど、ちょっと、それやわな。あの、動けつな。まさかはははは
見たことないよこれ。何これ、うわうわうわ、もうなんか新しいな。発売が何年でこの、えスマブラ SP 発売して何年やねん。それでこれが今初めて見るって相当深いなこのゲーム。そう、あのマレーシアっていうのはね、あのガノンがさっきひたすましましたけど、あれ上京で簡単にできたんですよ。今はひたすましかできないんだけど、そのね上京が変えてきてほしいと思うんだけど、別に上京なくてもすごいプレイいっぱいあるやん。別にマレーシアなくてもすごいのできるじゃんっていう。うわうわうわ、面白すぎる。これちょっと10分くらいの動画作ってくれ。俺は10分でも見れるこれ。これシリーズ化頼む。エイドの日本、みんなうまいから動画で楽しむ星だから、みんな見せ分うまいから、俺はもう投稿しやんと、見るせんやって言いたいわけやけど、投稿してるやん。なえってさあ、もう何系なんかもわからない、これな、どういう動画やこれ、うん、チーム戦どこだよ。はい、切り札切り札使ったのに、エンジョイゼによる、あ、ちょっと待って、あ、エンジョイゼによる楽しい編集動画な。あ、じゃあチンプ練習だ、あるしのね。さあなんだこれ、そう、赤いよ、空下、え、なやこの編集、なえ、すごいぶっ飛び、いや、なんだその編集、うまいのに、ちゃんと面白いのに、そのゴリ押し編集やめろ、ちょじわじわ来るやんけ、うまい、え、ないんかいカットイン、いや3回も謎カットイン見て4回目なんやの、ちょっとあの逆にもどかしいわ、ちょっと恋しいわ、カットインが、うま確定コンボやんけ今の。ゼニガメの転がる踏みつけからのブレイゼントマージン系でもう、あのもう理想ムーブ、なんだそのシーンは、そのシーンのためにこの試合のリプレイを取ってこの動きを録画したんですよね。なすごい、手凝ってんのか凝ってないのか分からんけど、すごい平面やゲームウォッチ。ないないない、おい、プレイヤーどこや、プレイ、お前邪魔やって、なんかもう吐きられてるやん、あ、ここでここで帰ってきました、謎カットイン、うん、友情出演ですね。さあこれは何すんだ、空中へバーストしない、なんだその編集は、吸い込まれましたけど、何今の、あの何エフェクト、海外風の編集、さあ、お、なんなんその編集、さあバーストする瞬間、ちょっと何それ、なん、これは何今の、本当は、おい、そのゲ、初めて見た、その劇場演出。め、何それハンドパワーみたいな。急に逆さのハゲの、ね、すごいすごいすごい、おお、これは、あ、ゼルダ貫通しました。あ、音がなーい。急に音がない。あ、リミットベークスかなこれは。さあ、アレックスに何すんだこれ、え、復帰がうまい、いや、バースするんかい、もう、何の変哲もない復帰。おいもう、ね、もう雑な実況出ました今、え、音がないと怖いな、ええ、なんで死んだ、何が起こった、どういうことやねんいや、え、ジュ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 、わからわから、急に音消える、え、激追後の画像から始まるじゃないのこれ。なんだこれ、え、めっちゃ面白かったからシリーズ化お願いします。エイの日本、マリオメイン、ガノン元メイン、メインと元メインどっちがうまいですかってことで、ちょっと前も同じような動画見たんですけど、1ヶ月ぐらい前かな、その時はなんだかな、マリオがメインでルイージがメイン候補やりとって、で俺はルイージの方がうまいよっつったんやけど、この人はマリオ選んだっぽいな。どこ行ったルイージで、ガノン元メインなんや。この前なかったっけよね、ガノンの面影。うまいし、マリオ。うまいな。さあ、ああ、はいはいはい。うまい。まあ、多分、比較でガノン来ると思うけどね。オーバー系、それは。うん。まあ、今んとこオーバーキル系のメテオかな。あ、うまい。今の、崖話即壁ジャンプって結構むずいんですよ。それできるのはマジマリオ向いてると思うわ。あ、で、こっから、元メインのガノン。どっちがうまいか。オッケーオッケー。審議してあげましょう。さあ、空チェルして。ブレッキーうまいじゃん。おー、帰ってくれません。カウンターしろ、クローム、クロームの試合しかない、クロームの試合しかないよ。じゃ、うまいけどカウンター、やマリオに決めるんかい。いや、マリオですね。マジンゲン
だったじゃん。永遠の店プレイ、ゴルド、コウ、店プッシュ、店プレイシュ。さあ、ゴルドの店プッシュってことで、ね、で、前回はウェビメテオの店プッシュ見たけど、今回ゴルド中心ってことだよね。まあ、ゴルドからメテオっていうのはもうゴルドを使ったバースコムなのかな。ちょっと気になるな。ゴルドは、ただにね、投げだけじゃなくてね、コンボにできるっていう。あ、今の上手いですね。しっかり狙ってきた行振ってそうだよな。ゴルド当たったところに、まあ、下行で合わせるって感じだな。さあ、これはゴルドをまた置くんかな。置いて、あ、もうあ、ゴルドはルイージなんかもしれん。ゴルドになったら、その方向にルイージが飛んできましたね。おぉ。あ、え？あ、ゴルド単品でバーストしてんな。うん。ゴルドコンボじゃなかったな。ゴルド？はい。そっから？ゴルド？そっから？ゴルド？そっから？ゴルド？学べ！下校！今のは、ゴルド？ゴルドコンボどこ？ゴルドコンバーどこ？ゴルドコンバーどこ？やっぱゴルドが本体やん。出てていらんやん。やっぱゴルドが本体って本当やったんやん。ゴルドー！やっぱゴルドが本体？いや、わからん。最後の最後あるかもしれんからな。ゴルドコンボ。ゴルドーおい、まあまあ、まあ、確かにな、ゴルドー店プッシュって書いてますからね。デレデ店プッシュって書いてないから。ゴルドー店、さあ、ごめん、俺が間違ってました。ゴルドーが主役やった。なんかごめん。じゃあ、最高。はい。というわけでみんなの投稿を見ていきましたけど、みんなの投稿、今すごい投稿多いんだと思うんですけど、理由がありまして、他の動画、何あげればいいんだっていう、灯火から、まあ、解放されたいって言ってた時期ありましたけど、今となっては俺に灯火を返してくれっていう、灯火クリアせんかったらよかった。灯火クリアせずに、もうちょっとね、遅延行為しかよかったかもしれんって今思ってるんですけど、まあまあまあ、それはさておき、いろんな、ね、まあ、灯火ボードから、いろいろ試したんですよ、動画。みんなのとこ以外も。なんか、いまいち伸びやんくてね、いまいち伸びやんから、悩んでます。まあ、もうちょっと頑張ったら、なんか伸びる動画あるんかもしれんけど、俺、カスタマーザ伸びると思ってんけどな。カスタマーザ伸びんかったんですよね。もうちょっとこすろうかな、カスタマーザ。ちょっとカスタマーザの動画もちょっとこすりたいんけど、なんかもう、いかんせん Wii U があんま人気ないな。それに気づいた。うん。なんか、どうしよう。まあ、ちょっと、頑張ります。